SN1006 の超新星残骸 SN1006、すなわち、超新星1006は、西暦1006年に出現した、超新星である。地球からの距離は、およそ7200光年。記録に残されている限り、歴史上で最も死闘級が明るくなった、天体であった。1006年4月30日から5月1日の夜に、狼座領域に、初めて出現した、この、客星は、 スイス、エジプト、イラク、中国、日本、そしておそらくは北アメリカの観察者たちにより記録されている。いくつかの資料では、この星は影が落ちるほど明るく、時には昼までも確かに見ることができたと述べられており、現代の天文学者、フランク・ウィンクラーは、1006年の春には、人々はおそらくこの星の光で深夜でも物を読むことができたであろうと述べている。 この超新星の観測記録には二つの異なる時期が存在したと見られている。最初にこの星が最も明るく輝いた時期が3ヶ月間続いた。この時期の後、この超新星は暗くなり、その後約18ヶ月にわたって再び明るくなった。当時のほとんどの先生術師はこの現象を戦争や基金の前触れだと解釈した。この超新星の残骸は、 淡い嗅覚状の歪んだ星雲として残っているが、この超新星残骸が発見されたのは、電波天文学の時代に入ってからであった。1965年、ダグラス・ケイ・ミルンと海海ガードナーは、オオカミザ・ベータ星付近の電波観測で、直径30分角の円形の膨張嗅覚を発見し、1976年までには、X 線及び可視光の成分も発見された。 最新の観測では、この超新星残骸は、地球から2 2キロパーセクの距離にあって、約20%パーセクの直径を持ち、速度秒速2 8 0 0トルで膨張していることが分かっており、すべての波長域で PKS1459 から41と呼ばれるようになっている。嫌型超新星の残骸として予想された通り、星分の中心部には、パルサーや、 ブラックホールは見つかっていない。2006年には SN1006 の出現から1000年になることにちなんで日本の X 線天文衛星、スザクによる残骸の観測が行われた。ナショナルオプチカルアブザーバトリプレス。 リリーツフォーマーチ2 0 0 3 a n c i e n t r o c k a r t d e b i c t s e x p l o d i n g s t a r s p a c e c o m レポ p o 1 6 2 0 0 6ありがとうございます。